立憲民主党は11月10日に次回衆院選の公約の原案となる経済政策を発表しました。これまで含まれていた消費税税率の引き下げは含まれず、これについて泉健太代表は今の経済状況で訴える状況にはないと説明しています。なお泉氏は11月4日の講演で5年で政権交代を目指すという趣旨の発言をし、それらが報道されたことによって蓮舫氏や小沢一郎氏などが政権交代は常に目指すべきであるとして反発していました。特に小沢氏は代表を辞めた方が良いと述べています。泉氏はその後日々政権交代を目指していると説明し、事態の沈静化を図っています。なお今回の経済政策について消費税に敏感な小沢氏はこれまで言及を行っていません。泉おろしの火種はくすぶりつつも、その具体化には至っていない状況と見られています。